卒婚の意気込み、そうですね、もう来週1週間もないですが、飛鳥さん最後の卒婚ということで、最後のライブということで、やっぱあの年末終わって今年入ってバースデーライブのリハとかしてて、飛鳥さんの姿がなくてすごく寂しかったんですけど、久々にお会いして、あの絶景姿を見れて嬉しいですって、まず第一声飛鳥さんに言いましたそう、そんな飛鳥さんもとうとう本当に卒業してしまうということで、なんだろう、本当になんだろう、セットリストも2日間違いますし、結構ボリューミーな内容になってると思うので、私たちはもう後ろからちゃんと飛鳥さんの背中を目に焼き付けて、寂しいですけどみんなで笑顔に飛鳥さんの羽になれたらいいなって思います。みんなで笑顔で送り出したいと思います。あ、時間がない。皆さんぜひ配信も2日間ありますので、来られない方はぜひ見てください。